今回プロセッサーにコグニチブ、認知特性を取り入れたとはどういうことなのでしょうか？はい。庄司さんは今、自分がこの目の前にある風景やものをどのように見ているか考えたことはありますか？どのようにというとあまり考えたことがないかもしれないですね。そうですよね。目に見えている風景全体を見ているようで、実は見えているものと見ていないものがあるんです。例えばこの画像を見てみてください。庄司さんはこの中で一箇所、注目するとしたらどこですか？そうですね。この人の顔を見るかな。そうですよね。どうしてそこに注目しましたか？まあ、手前にいるということと、あと人の顔や表情には何か大事なことがありそうな気がします。はい。人間は人の顔や目などに注目することが分かってます。もしこの人が注視するものをテレビが理解できたとしたら、人の目がより見たいものをよりきれいにくっきりと表示することができます。ソニーはそう考え、この XR プロセッサーを開発しました。それが人間の脳と目と同じような能力を持ったプロセッサーということなんですね。はい。人間の目は全体を見ている時とどこかに注視している時で分解能が違います。XR プロセッサーでは中視点を分析し、その部分を参照しながら統合的にプロセッサーの処理を行うことで、人の見た目に近い映像を作り出すことを目指しました。実は中視点に関する研究や論文はこれまで数多く発表されていますが、加えてこの XR プロセッサーの開発に特に重要な役割を担ったのが、長年のソニーのプロセッサー開発で得たノウハウでした。なぜ今認知特性に着目したんでしょうか？人間が見るものだから、その人間の認知特性を取り入れることは必ず必要になると想定していました。そして昨今、テレビはどんどんと大画面化してきています。テレビが大画面になると、画面全体のほか、普段ものを見るように部分的に注視するポイントが出てきます。テレビの大画面化に伴い、人の見た目に近いリアリティを表現する重要性がさらに増してきました。そんな背景があったので、我々は認知特性に注目して開発に取り組んできました。なるほど。XR プロセッサーの認知特性、とっても分かりやすかったです。井上さん、ありがとうございました。ありがとうございました。